はい。おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい。えー、まあね。今日もいろんなニュースが入ってきております。今日の那覇市はね、まあ、今のところ曇りです。まあ、雨も降るんじゃないかなっていう感じの天気になっておりますね。はい。えー、まあ、そんな中でね、えー、私は朝あ、また、あの、余っていたカレーですね。はい。朝だけです。昨日の夜はカレーではありませんでした。はい。えー、を食べて、 ちょっとお洋服にねちょっとし汚,し汚してしまったんで急きょ洗ったんでまた別の服に着替えました、はい、<laughs> まあね、えーまあ、カレーはね落ちないですからね早めに洗わないとねはいまあなんというか <laughs> 雑談ですけどはいえー、まあ何ていうかな今日もねまあいろんなニュースが入ってきているわけなんですよその中にね えー、いくつか気になったことがあって、それらをこうシェアしたいと思うんですけど、これ、昨日かなえー、私配信してますよね。おとといかもしれません。はい。えー、いわゆる飛行機のニアミスですね。はい。えー、ぶつかりそうになったと。でもまあ、とりあえずね、えー、早く気がついたあの、離陸する方がね、早く気がついたんで、何事もなくね、良かったねというような配信をしたんですけど、 あのこれねえー、とんでもなくあの今毎日のように危ないことが起きてますね。えー、実はですねこれね台湾の非常に有名なまあなんていうのかな若い時から割とテレビ出演が多くてね有名なはあの風水師さんがいるんですけど、えー、この方ねあの言ってました。 今年の配信で。今年は乗り物に乗るときは絶対保険をかけておけと。それは、あいわゆる車ですね。車、あ電車。はい。まあ、電車、まあ、正方でしょうね。電車だったらね。車、電車、そして、えー、飛行機、船。全部だって言ってました。で、この方は、 あ一番、あのー、高い金額をかけ,るかけているようです。あのー、車とかね。えー、まあ,あー、なんていうの任意保険ですね、えー。これをかけているようです。で飛行機。これも一番高い額をかけてくださいと。旅行に行くときなんかはね。えー、いつどこで、えー、今年は非常にね、そういった事故が多い年回りです。 えー、これも言っちゃうとあれなんですけど、何の根拠があるんだっていうふうに言う方がいますけど、はい、えー、中華の5000年の歴史の統計でございます。はい、中華の5000年の歴史の統計でございます。でこれ、世界中に共通して言えるんですよ。はい。えー、なんでね、えー、根拠はこれでございます。5000年の統計の集大成の歴史本でございます。はい。 えー、まあ、疫晶ですよね。えー、これが今年ね、えー、まあ、非常に事故が多い。火と関係するものが非常に多くなるよっていうふうに言ってるんですよ。で、えー、まあ、この方はね、えー、まあ、あ保険はあ絶対入りなさいって言ってます。そんな中、また事故が起きました。はい。えー、ヘリコプターが、 あー途中で、はい、怖いですよ、これ空。途中でね、えー、空、あのー、エンジンが止まっちゃったらしいんですよ。一応、不時着したみたいなんですけど、墜落ではなくてね。それでも、乗っていた人全員が大怪我です。まあ、亡くなった方はいらっしゃらなかったんで、不幸中の幸いなんですけど、えー、まあね、えー、不時着ってきついですからね。 はい、小型のヘリ。はい。えー、全員で、あのー、運転してらっしゃる方、操縦してらっしゃる方はもう含めると4人になるかな。4人だか5人だか。はい。えー、そのぐらいの人数の方が全員大けがです。はい。えー、肋骨を折ったりとか、腰の骨折ったりとかの大けがでございます。冗談じゃないんですよ、これ。はい。えー、そういう年回りなんです。はい。えー、まあ。 分かりますよね。どうしてこういうことになってるのか。はい、ぼーっとしてるからですよ、どっかの、どっかの誰かが。どっかのラインでぼーっとしてたら、こういうことになるんですよ。例えば、飛行機だったら、管制官とかねえ。あと、まあ、飛行機の場合は、まあ、なんていうのかな、飛行機の整備士とかもいらっしゃると思いますね。あと、操縦されてる方もいらっしゃいますし、このうちの誰かが、どっかの誰かが、どっかの誰かが、 中で手を抜いてるととんでもないことになるんですはいえー、今回も空の上でエンジンが停止したそうです考えてみてください恐ろしいと思いますよよく不時着無事でできたなと思ってますこれ多分整備士なのかどうなのかね点検する方なのかどうなのかわからないんですけど ね、どっかでぼーっとしちゃったんでしょうね、きっと。お分かりになりますよね、皆さんね。だから私は今年来年は飛行機は乗りませんと言ってます。はい。わかりますよね。これただのね、えー、なんていうのかな、そういった煽りとかそんなもんじゃないんですよ。毎日のようにこういうのが起きてるんですよ。まあ自動車だったらね、まだ自動車だったら、 あれなんですけどね、まだそんなにねあれなんですけど何、えー、て言うのかなまあ非常に大怪我するし亡、えー、くなる人は亡くなるんですけど自動車でもね、えー、でもまだ地上なんでなんとかあ自分で対処できますよねある意味あの何て言うのかな気をつけていればこう。 何て言うのかなそういったこう周りをね、よく、あの、ぼーっと歩い,歩いてないで、ね、周りをよく見てね、えー、危ないものには近づかないとか、なんかいろいろと対処方法がありますよね。はい、えーまあ。で、あの、車を運転される方だったらあ、ちょっと危ない運転してるなっていう車からは離れるとか。はい。いろいろまあ対処ができるんですよ、地上だったらね。でも、海の上とか、 空の上って対処できませんよね。はい。だから私絶対ね、あのー、2年間、はい、2年間ね、はい、えー、馬年の立春が過ぎるまでは飛行機とか船には乗りません。自分で対処できないからです。はい。まあ、乗られる方はね、 保険を満額かけてください。これ、あの、言ってました、台湾の風水師が。今年の初めの配信でね、えー。非常に有名な方です、この方。起きてますね、本当に。はい、起きちゃってるんですよ。これ、冗談ごとじゃないですからね。はい、冗談ごとじゃないんですよ、これ。もう、本当にね、あの、 何て言うのかな。旅行とか行くときはあ、まあ、本当あの、近場にしといた方がいいですよ。まあ、仕事なんかだとね、まあ、どうしようもないときがあるんですけど、仕事なんかに行くときは、あどうぞ保険満額かけてください。保険ね。はい。えー、大変な、 まあこれ起きたことないですよね、今まで。はい。今までこんなに立て続けに、あのー、事故が起きたことってないと思いますよ、空の事故。はい。えー、まあニアミスも含めてね、事故りそうになったっていうことも含めて、こんなに空の事故が多かったっていうのは、あ過去ないと思います。まあ今年はね、1月の初めからね、えー、空関係は事故りましたけどね。 えー、そういうことなんで、えー、すごい増えます。もうしょうがないです。これそういう年回りなんで、でそういう原因もね、作っちゃってるんで、まあこれはね、えー、言えないんですけどね、原因も作っちゃってるんで、まあそりゃ起きるわねってことですよね。もう本当、あの、保険かけといてください。あなんかね、えー、そういった仕事上ね、使わなきゃいけないっていう方は、 保険に満額、はい、入ってください。よろしくお願いいたします。まあ、そういうことですね。はい。え本、ー、当に、本当に、はい。えー、まあ,あ、変な話ですけど、えー、5000年の統計ってすごいなと思います。はい。そういうことでございます。えー、そしてですね、もう一つ、あのー、 なんかね、翼の父さんでしたっけなんかすごいことをやってて、家宅捜索に入られたみたいなこと言って、まあ見たんですけど、あれ私受け入れられません。あの、いくらいいことを掲げていてもね、いくらいいことを掲げていても、基本的に、ええー、無礼ですよね、やってることが。礼儀正しくないですよね。はい。 えこういう人は良くないです。はい。え、礼儀正しくない方。え、いくらね、敵対してても、まあ、まあ、あれですよね。えー、無礼ですよね。無礼は良くないです。人間として、あのー、ダメですね。まあ、 ああいうことするんだったら、頑張れ頑張れとか言ってね、応援してあげて、え増税さーんとかね、最後に何か一言言うとかね。まあ、いろいろあると思うんですよ、やり方は。<coughs> <coughs> まあ、無礼はよくないですよ、無礼は。はい。まだ嫌味の方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。あれはよくないですよね。はい。あのー、よくないです。あの、下品です。 言ったら悪いんですけど下品です。私一番嫌いなのが、人間の中で一番嫌いなタイプが礼儀知らずなんですよ。なんでね、えー、ああいうものを見せられてしまうと、まあ指示してらっしゃる方にはね、えー、ごめんなさいなんですけど、本当にね。<laughs> 礼儀、人としての礼儀ですね。これがないっていうのは、 やっぱり良くないと思いますよ。それとももう何でしょうかね。あの方ももしかしたらあれのあれでね、頭がちょっとあれになってるのかもしれません。わかんないです、私は。本人じゃないんで。はい。えー、まあそういうことですね。まあ私、本当あの人間として一番嫌いなのが、あの、なんていうのかな、人としての礼儀がない人です。はい。えー、なんで、 えー、変な話ですけど私ねまあ何度も言ってるんですけど、えー、コメント欄にね書くときは礼儀正しく、はいえー、他の人が見てね何、えー、て言うのかな不快な言葉がないように書いてくださいっていうことをいつも言っております。えー、そうじじゃなないとね、まあ、悪悪意意のある人は削除します、はい、なんで悪意が、ねえー、感じられなく なくてもね、えー、<coughs> 人としてのやっぱり基本的なね、えー、礼儀ですねはいこれ礼節がない人はちょっとまあ削除しますっていうことを私ずっと常に言ってるんですけどちょっとねこの翼の父さんちょっと考え直した方がいいと思います。 はい、自分の行為をもう一回見直した方がいいです、えー。お政治にも礼儀正しいとは言えません。はいえー、人として、えー、自分をもう一回見直した方がいいと思います。いろいろとやり方はあると思うんですよね。えー、ああいうようなやり方は私は正当化できないんじゃないかなと思います。はいえー、やっぱりね、人間あの、挨拶が基本です。はい 挨拶が基本なんですよでやっぱりねあの誰もね初対面の人に、えー、食ってか,かからないじゃないですかまあ初対面じゃないのかもしれませんけど食ってかかる人っていないじゃないですか。えー、なんでねやっぱりあの基本的なあに人としてのね、えー、そういったものを心がけをね忘れないようにするこれはねあの大事なことなんですよ。 はい、えー。そういうことでございます。まあまあびっくりしましたあ。初めて見たんですけど、選挙妨害をしているという話は聞いたことがあるんですけど、えー、まあいくらね、えー、いい主張をしてても、あれではちょっとあのー、評判を悪くしますよね。はい。もうちょっと人からね、評価されたり、評判がね、えー、もっと良くなる方向で、 えー、活動していかないとダメなんじゃないかなと思いますよ。はい。えー、そういうことでございます。特に政治はね。はい。えー、まあ,あー、皆さんそういうことなんでね。えー、まあ、でも本当ね、まあ、おかしな人も増えてます、本当に。えー、まあ、ね、お分かりになりますよね。ニュース見ても、なんかおかしな人だらけですよね。 えー、まあ、ニュース見なければね、わ、えー、からないかもしれませんけど、すっごい増えてますよ。おかしな人。はい。えー、まあ、気をつけていきましょう。はい。で、えー、まあ、交通ですね。空の交通とかあ、陸も海も、もう気をつけないといけません。あのー、お仕事でね、行かれる方は、 あ保険かけてください。はい。え、これ、あの、台湾のね、えー、風水士さんが、非常に高名な風水士さんが言ってました。え、今年は非常に事故が多いということを言ってました。あ、その方もね、えーえー、満額かけると言いました。はい。あの、どっか行くときはね、飛行機とかで、一番最高額をかけるって言ってました。まあ、そういう年回りなんで、皆さん本当に気をつけていきましょう。 えー、それでは、ニュースね、一応貼っておきます。えー、ご覧ください。それではまたごきげんよう。沖縄おばばです。